さて、ゴングが鳴りました。パットコーナー対ディック・マードックの一戦でございます。オープン選手権パットコーナーはマイティーの上に勝っています。そして広松だとは時間切れの引き分け、ホフマン選手とも時間切れの引き分けでございます。パットコーナー正面からぶつかり合いました。1927年ニュージーランドの出身ですので、現在47歳の山田さんのお話にもありました超ベテランでございます。パットコーナー何度も日本に来ておりますけれども、来るたびにいろんな技を見せてくれます ね。日本プロレスの若手の先生ということになっておりますけれども、今回も控え室におきまして全日本プロレスの内選手、園田選手、大分選手あたりを相手にいたしまして、いろいろと高度の技を展開しておりました。パットコーナーです。現在の NWA ジャック・アドキステン会長の推薦によりまして、このオープン選手権参加が決まっております。ディック・マードックです。先ほど山田さんの話にもありましたように、お父さんがフランキー・マードック、おじさんがフラマー・ジョーンズ・マードック、まさにレスリング一家で育てられました。素晴らしい環境の下で英才教育を受けましたディック・マードックです。おなじみジ・アウトローズのパートナーはダスティ・ローデスです。さあ、このヘッドシザースもどういう風にディフェンスして抜け出ることができますか。パットコーナーです。この辺りも全日本プロレスの若手選手あたりがじっとこの試合見ておりますけれども、パットコーナーがどういう風に抜け出るか、鮮やかに抜け出ますけどね、そうですね。今しかしマドックがおコーナーの後頭部あたりをがっちり押さえてますね、はい、そして首筋ですね、首の後ろ側ですね、がっちりと両方の手で挟んでいます。ディック・マードックのスパンも非常に大きい、両方の手でアップなく抜けてます。この辺りがうまいこのコーナーです。リングの魔術師、和製リングの魔術師は全日本プロレスでは高千穂選手がいるんですけれども、高千穂選手がこのパットコーナー選手に大変惚れてましてね、よくこのパットコーナー選手の動きを見てますよね、やはりね、これだけの高度なテクニックというのはね、はい、まあ一朝一夕にしてできるものではありませんけれども、ね、なんとか少しでも吸収しようという気持ちでしょうね。マットキャリアが30年であります。1959年1月の頃からリック・ハットンを破りまして NWA の世界ヘビー級第42代チャンピオンとなっています。その後ルーテーズ、ジン・キニスキー、ドリー・ファンク・ジュニア、ハリー・レース、ジャック・ブリスコ、そしてジャイアント・ババ、またジャック・ブリスコ、そして12月の10日にマイアミで行われましたタイトルマッチでテリー・ファンケルと NWA の世界ヘビー級のチャンピオンが入れ替わっています。ヘッドシザースの取り合い、見事なもんです。山田さん、プロレスのですね、グランド技の基本にこのヘッドシザースというのがあるんですけども、かなり長時間締められますとかなりスタミナロスするんじゃないでしょうか。もうこれはね、いわゆる抜け出そうとすればするほどかなり締まってくるというような状態が続きますので、スタミナのロスは大変に甚だしいですね。そうでしょうね、まあグランドレスリングではなくてスタンドレスリングの場合はヘッドロックといういわゆる頭蓋締めですね、これもかなり効きますし、グラウンドに持ってくるとこのヘッドシザースで、もう一つはボディシザーズという同締めですね、これもまたねかなりスタミナを下ろす、はい、いわゆるこれは一種の痛め技と言っていいでしょうね、はい、倒立しました、うまく抜けた、今度は頭を取る、パットコーナーです。しかしすかさずディック・マードックがまたしてもヘッドシザーズです。一旦取られました。しかしすかさずディック・マードックがヘッドシザーズ、この辺の瞬間的な判断力、スピーディーな動きです。マードック、マードックも調子がいいですね。非常にね、やはり相手がコーナーだけにね、全く気を抜かずにですね、やってますね。そうですね。本当に何て言いましょうか。この人の場合野生味と言いましょうか、一種の動物的な感がありますね。ですからああいう場合にもすかさず返していくと。このあたりがやはりマードックの心情でしょう。まあ、第2弾のジャイアントシリーズからジ・アウトローズでダスティ・ローデスをパートナーに来日しておりましたこのディック・マードックですけれども、パートナーのダスティ・ローデスと組んだ時とそれからシングルで戦う時との試合内容がぐーんと違うようです。シングルでやってる時の方が非常に内容の熱い試合をやってますね。やはりね、タグティンマッチの場合はどうしてもパートナーのフォローということが中心になりますからね。さあ徐々に体勢を入れ替えようとするパットコーナーです。この柔らかい体、年齢は47歳の超ベテランです。
本当にこの選手を見てますと、山田さん、レスラーに年齢はないということが本当によくわかりますね。そうですね、特にね、そして私感じるのはこの人の風貌からもそうなんですが、風貌そして動き、なんて言いましょうか、波長機のようなバイタリティーとでも言いましょうかね。そうですね、この太い首ですね、ご覧いただきましょう。今のこの柔らかい体の使い方を飛び出しました。今度ヘッドロックですが、ビッグバードすかさずヘッドシザースに行きます。首の取り合い、素晴らしい首の取り合いです。高度な技にお客さんも酔いしれているようです。ね、山田さん、派手な技のレスリングもあります。血を流すようなレスリングも、これもまた見どころがありますけれども、こういったその本当に高度なストロングタイプの試合もいいものですね。そうですね、これはまあ今日もですね、びっしりのお客さんが詰めかけていますけれども、このお客さん一人一人がですね、それぞれね、プロレスリングに対する考え方が違うと思うんです。ですから私のこれは持論なんですが、まあより多くのお客さんを満足させる試合が、まあ、プロレスリングのストロングスタイルということが私の議論ですが、まあ、本当に味のある試合、そしてラフでスリル満点な試合、いろんな試合があっていいと思いますね。ヘッドシザースの連続攻撃、ディック・マードック、ものすごい太いももです。これで締め上げます。こういう試合を見ていてですね、お客さんはなぜああいうふうに簡単にヘッドシザースで返されてしまうんだろうという疑問に、まあ疑問があるかもしれませんけれども、これはですね、やってる人でなきゃ分かりませんね。とにかく相手の技術がそれだけ上なわけですね。時たま山田さん、控え室なんかで私どもレスラーとまあ戯れることがありますけれども、このヘッドシザースなんかはちょっと軽く頭を挟まれただけでもう本当に耳が真っ赤になってですね、頭がジンジンしてきますね。レスラーに本気でやられたら耳がもげてしまうでしょうね。あ、そうでしょうね。これはしかも今一生懸命おコーナーが抜こうとしてますね。これだって無理に抜いたら必ず耳がちぎれますね、はい。ですから苦労するわけです。どういう風に抜け出しますか。マットの魔術師です。パットコーナー、これまでの抜け出方をちょっと思い起こしてみますと、足をバタつかせて、そして倒立の形になります。そして脇と言いますか、両方のももが開いた瞬間に飛び出ます。あっと、うまい、これです、このやり方です。あっと、マードックもやります、マードックもやります。これを数やられますと、いかにパットコーナーといえどもスタミナをロスしてしまいます。当然動きも鈍くなります。しかも頭をかなり締め付けられておりますので、インサイドは頭を使うレスリングがなかなか難しくなると思われます。ちょっとですね、今度コーナー作戦変えるでしょうね。外してからですね、首をフォールドして体をずらさなきゃダメですね。マードックの足が想像以上に長いですね。しかしマードックもよく考えておりまして、リングの中央ナイスポジションをずっとキープしております。ビッグマードックです。うまく外した。今度は正面からフライングメイヤー、またしても行くヘッドシザース。ビッグマードックです。今日はストロングスパイクタイプのレスリングを展開するディック・マードック。やっぱりマードックのね、顔にいろんな闘志が感じられますね。はい、そうですね。おやりさん、今日はそうはいかないぞというようなね、闘志がもうはっきり出てますね。そうですね。 WWA の歴代のチャンピオンからボスボスと尊敬されておりますこのパットコーナーです。しかし、ね、このおコーナーがいかにうまいといってもやはり年齢的なハンディキャップはあると思うんです。ですからこうやってスタミナをロスするとか、これはいい作戦ですね。なるほど。マード君にとってはね、全く思うつぼにハマってきたと言っていいでしょう。はい、はい、またしても締め上げる。今度は腕に両方の太い腕を絡ませました。ヘッドシザース離しておりません。マードックの足がしっかりとクロスされてますね。完全にクロスされています。なかなか抜け出せません。パットコーナーです。しかし上体を起こしました。足を立てて膝を今度は両方の耳に当てました。これはいい作戦。腰投げだ。巻き投げに行きました。そしてキーロックに入った。キーロックに入りました。パットコーナー、さすがです。そしてローリングさせます。ローリングさせます。うまいですね、この力。パットコーナー、リングの魔術師、見事なローリング戦法であります。
やりますね山田さん。このねキーロックという作戦は非常にうまいんですよ、というのはここでねスタミナをロスしたオコーナーとしては、はい、キーロックをかけて相手を痛めながら自らは少しスタミナの回復を図るという作戦ですね、はい、全くのパーフェクトな頭脳作戦ですね。そうですね。ご覧いただきますように体はあまり大きくありません。しかし変幻自在の動きと多彩な動きを持ちましてたちまちスタープレイヤーになりましたパッドオコーナーでございます。1948年ロンドンオリンピック出場ということですから、どうでしょう、リングのキャリアは30年。そうですね、素晴らしいベテランぶりです。ロンドンのオリンピックというとたくさん、名プロレスラーを生んでますよ、はい、このオコーナー、そしてモーリス・バション、ディック・ハットン、はい、それからバン・ガニアですね、みんな世界チャンピオンですね。なるほど。最初にあのキーロックに入った時ですね、すぐ3回ほどローリングしましたね、はい、あのローリングしたことによって腕の締めをキュッと強めたわけです、ですからもうこの形に入ってしまえばオコーナーとしてはしばらくは安全圏ですね。間を取りますパッドオコーナー、足も完全に入りました。強烈なキーロックです。これはちょっと離せません。ディック・マードック、さあ逆さに倒立して、おっと足をバタつかせる、がっちりと入っています。パーフェクトに決まったパッドコーナーのキーロック攻撃。しかし前半レッドシザースでかなり顔面頭部のあたり両方の耳締められておりますので、パッドコーナーも顔面真っ赤であります。うまく外しました。うまいですねこの辺り。足がありますね。今度はサイドヘッドロックに取る、ロックの反動を利用してのショルダーアタック。使ったのはディック・マードックで大きく腕を取りました。またしてもキーロックに入ります。ちょっとね、はい、強引に出ましたけれども、マードックのあのキーロックの外し方、これもなかなか味がありますよ、はい、ケレンミのない一戦であります。パッドコーナー対ディック・マードックオープン戦、両者ともに譲りません。リングの中央です。さらに締め上げます。締め技対締め技の対決ですね山田さん。そうですね、しかしまあ頭を締められるのが辛いか、はい、そして腕を締められるのが辛いか、これはもう何とも曰く言い難いところですね。そうですね、これからどういう風に変化していきますか。ここに技を持っています。ディック・マードックはパワフルな技、パッドコーナーは切れ味鋭い技を持っています。大技が功を奏した、それともパッドコーナー流の細かい刀のような鋭い技が功を奏しますか。非常に面白い展開となっております。ディック・マードック対パッドコーナーの一戦であります。うまく外しました。肘を使って外してますね、頭を振ってのフライングメイヤーです。またしてもディック・マードックがパッドコーナーにヘッドシザースを仕掛けましたが、うまく逃れました。うわーっとうまい。オコーナーが取ります。キーロック拍手が沸き起こりました。またしてもローリングさせます。全く1回転しても離れません。2回転いたしました。180度展開しました。顔面真っ赤、ディック・マードックです。パッドコーナーの額チラッと汗、あくまでリングの中央で勝負を挑んでいます。別な意味で山田さん、ハードな一戦ですねこれは。そうですね、本当にあの両者ともですね、全くケレン見なく戦ってますね、はい、まあこれであのお互いにですねスタミナ合戦があったわけですが、どういうふうに自分のペースをつかんで、きっかけをつかんでいくか、その辺が一つの見どころになってきましたね。そうですね、おそらくねマードックとしてはラフな仕掛けに出るんではないかという気がしますね。なるほど。今15分が経過いたしました。
一進一退の攻防であります。ディック・マードック対パットコーナーのオープン選手権であります。左の足をかち上げました、また先の体勢ですね。大きくスタンスを広げるディック・マードック、しかし関節を取っています。パットコーナーリストロックですね。リストロックですね。完璧に入りました。トーホールド対リストロックの対決です、そうですね。つま先のあたりをねじ曲げるディック・マードック、力を加えました。力はあります。114キロ、ディック・マードックであります。右の足をねじ曲げる、トーホールドと股先の複合技、これはもうマードック顔が真っ赤ですね、力を加えます。パトコーナーの顔面、これも真っ赤です。必死でこらえます。パトコーナー、この後の展開が非常に苦しくなりました。どうやらペースはディック・マードック、半分時間が経過したところでディック・マードックがこの大技を展開いたします。力を入れます。今度は膝のあたり、あっと関節攻めですね。そうですね、膝を逆に取ってますね、そうですね、これは大変です。まあ普通の人でも自分の両方の手でですね、この膝頭をキャッと押さえますと痛いですからね。甘いですね、この辺のコーナーは。うまく体勢を近づけました。おコーナー、うまくロープブレイクに持っていきます。フライングメイヤー、正面からヘッドシザース、この流れるような攻撃、ディックマードックうまく外した。加藤コーナー、巻き投げ一戦です。今度はキーロックが、おっと、これもうまく外した。マードックもうまく外しました。素晴らしい一進一退の攻防。いやー、今の外し方は見事ですね。見せますね。全日本プロレスの大仁田、淵、園田、この2人の対決を凝視しています。参考になるでしょうね。そうですね、これはもうこういう試合を 見てですね、もう何か少しでもいいものを全部吸収しなきゃダメですね。はい、ハンマーに決めようというディック・マードック、パトコーナー左の腕を取られました。腕が変色してまいります。かなり白くなりました。そして左の腕を肩のあたり、左の肩に回しました。ディック・マードックも、そうですね、ならではの素晴らしい技です。ハンマーに入ってますね。入ってます。そうですね、左腕、そして右腕も取られました。ダブルハンマーに固めようというディック・マードックの作戦。そして左の腕の付け根のあたりにニーパッドを落としました。ダブルハンマーに行った場合、あの下からすくいますとチキンウィングホールドになりますね。さらにねじ上げます。肩の方にねじ上げます。これはたまりません。パッドコーナー、今悲鳴を上げました。たまらず悲鳴を上げるパッドコーナーです。どういう風にして守りますか。腕と体の間にハンマーに決めたですね、腕のところに膝で押し込んでますね、はい、余っている左の手で背中の右のあたりを抑え込んでいます。今飛び上がりました。ニーパッドを見舞います。ジック・マードックです。全く隙がありません。今夜のマードック相手は試合更新ですかね。まだまだ分かりません。必死でこらえるパットコーナー、次の作戦を考えています。今スタンディングポジションを取りました。しかし完全にハンマーに決められている。頭に手をやった、頭に手をやったパットコーナー、あーこの体勢がうまく持ち上げた、あと後ろに回るぞ、バックを取るか、今度は足を取りました、足を取りました、足ぐろちに行きます。パットコーナー、さすがです。あれだけ苦しめられながら、しかもディック・マードックの足を取りました。ものすごい試合になりました。マードック対オコーナーの対戦。しかし回って足を取ったの速さがあるのは、まだ進む人の倍ですね。そうですね、立ち上がります。左の足をガッチリと持っている。正面からナックルパート一撃、近い距離からのパンチです。マードックのパンチが出ました。もう一回連続パンチ、危険のあたりを捉えました。これは苦しい。コーナー後ろに下がります。首投げに行った、
形がリングの中央に持ってくる。そしてヘッドシザースだ。大きく跳ねのけました。正面を向きます。サイドヘッドロック、顔面にパンチを返す。オコーナーです。ロープに逃げましたマードック。全く一進一退の攻防であります。肘を打ったというジェスチャー。オコーナー、レフリーは NWA の公認レフリーです、ジェリー・マードックさん。顔面を歪めますディック・マードック。ヘッドロックに取りました。がっちりと太い腕が入っています。もう一発、今度はアッパーブローを見舞いました。パットコーナーです。素晴らしいアッパー。山さん、年齢を全く感じさせませんね、今のパンチなんかは。そうですね、非常にあの抱えておいてからのパンチですからね、はい、まともに入ってますね。そうですね、おっと今2人を入れ替えた。冷静です、あくまで冷静。をコーナー、相手を凝視します。ボクシングスタイルです。ガチリと組み合いました。ヘッドロックの体勢、リングの中央から左右見ました。ディック・マードック、おコーナー、正面を向かせて、正面を向かせて、正面を向かせて、ご覧のように身長の差はだいぶあります。ロープに飛ばす。パットコーナーもロープに飛んだ。マドックもロープに飛ぶ。あっと、リバウンドを利用してのパンチ攻撃でした。コーナーよく見ておりました。マドック、今のパンチ正面から一撃されてたらたまりませんでしたね。まともに入ったらカウンターですからね、はい。ストマックのあたりを狙います。今度はエルボードロップだ。そしてまたしてもエルボードロップ2連発。これは自爆しました。本当に目のいいパットコーナーです。がっちりと組み合いました。一進一退の攻防、見応えのある一戦となっております。オープン選手権コーナー対マードック。踏み投げに行きます。またしてもグランドレスリングになりました。山田さん、20分を経過いたしましたが、スタミナの点ではどうでしょう。余力を残しているのはどちらだと思いますか。やはりね、パンチがねかなり効いてるんで、マードックもかなり辛いでしょうね。ということはまあ5分と5分と見ていいんじゃないですか。なるほど。そうすると年齢的にハンデのあるコーナーの方が巧みに試合展開を進めていると、はい、見ていいでしょうね。なるほど。両者立ち上がりました。ヘッドロック出しません。右手が空いています。背中の大きいディック・マードック、ロープに飛ばす。ショルダーアタックだ。打ち勝ったのはオコーナーだ。そしてジャップいたしました。あっと、正面を向かせて思い切ったパンチ、ナックルパーと一撃。オコーナー打ち勝ちました。パンチでも勝りました。オコーナーであります。まさとにいい試合です。先に飛び込んでいくオコーナー、攻撃を仕掛けました。素早い身のこなし、素早い身のこなし両者。エルボーを見ます。残り時間は5分となりました。30分の一本勝負、25分が経過しています。ネットフリーカードロップだ。ちょっと落差はありません。しかし頭から落ち込みました。覆いかぶさるか。カバーに入った、カバーに入った。おっと、スルッと抜け出ます。コーナースルッと抜け出ました。対角線上に向かい向き直しました。バックを取る、バックを取るぞ。跳躍力もありますオコーナー、睨み合いました。ものすごい音がしました。ガツンという音です。額と額、激しい衝突です。オコーナーも山田さん負けませんね。そうですね、鋭い眼光で睨
睨み合いました。勢いの良すぎたディック・マードック場外へ、後ろから行きます、後ろから行く、バックを取った、これは危ない、アトミックドロップか、アトミックドロップだ、痛い痛い痛い、手ごとのあたりアトミックドロップであります。このままカバーに入るぞ、うまく抜け出ます。あの山田さん抜け出か、非常に味があります。ああっとおっとおっと、今度は反対にアトミックドロップだ。ディック・マードックの114キロを抱え上げて膝に落としました。ちょっとコーナーも膝を痛めたような感じですね。そうですね、今ね、何か変則的な落とし方になってしまいましたね。そうですね、そしてそのままカバーに入りますが膝を痛めています。コーナーが膝を痛めました。体勢が逆になりました。スルッと抜け出す、誠に見事なディフェンスであります。コーナーはい、対角戦場に向かい合いまして、また組み合いました。パンチ合戦か、相手を見失うディック・マードック首を取りました。サイドヘッドロックに取ります、ロープに放り投げる。さあリバウンドを利用してタイミングを外します。わっとカウンターのエルボー、エルボーバットが火を吹きました。そのままカバーに入る、おっとパッドコーナーどうでしょう。片指の体勢です、片指の体勢。今度は2パットを見舞いました。ちょっとスタミナが心配です。パットコーナーちょっと動きが鈍くなりました。そしてブレンバスターの体勢か、得意のパターンであります。ディック・マードック、パットコーナーの左の腕、余っている左の腕をまず首の後ろに持っていくことがディック・マードックのパターンであります。しかし反対にパットコーナーも、あーっとブレンバスターの体勢です。パットコーナーが取りました。しかしスタミナの余っているディック・マードック、まだ28歳、どうやら動きはいいようです。コーナーの動きが鈍くなりました。ショルダーの当たりを見せ、立ち上がるローリングクラッチホールド、回転エビ固め、これは決まるか、あっと大きく跳ね飛ばしましたディック・マードックです。全くまだ勝敗は分かりません、勝敗は分かりません。今度はスモールパッケージ、そのまま押さえ込むとホールドになります。崩れました、両者崩れました。コーナーは肩で息をついています。ちょっと動きが鈍くなった。コーナー顔面にパンチ一閃、マドックの荒領事です。パンチで返す、パンチで返す、大きくパンチを打ちました。コーナーです、歯を食いしばるディック・マドック、また向かい合いました。前歯がありません、ディック・マードック。額にパンチを打ち込みます。今度はボディに、顔面に、上下打ち分けます。パットコーナーのパンチ攻撃。そして高さ抑え込みの体勢。わーっと大きな肩がキャンバスにつきました。高さ抑え込みの体勢。今度は反対だ。足を取っての首固め。首固めに行きます。ディック・マードック。これも流れました。体勢が崩れます。そのまま抑え込むぞ、パットコーナー。わーっと。片一方の手で相手を宙に飛ばしました。マードックもまだ力が残っている、ほとんど時間がなくなってまいりました。30分の一本勝負、どうやら山田さんフルタイムに持ち込むそうですね。そうですね、もう一つ決めてやってみますね、はい、パスタイミングを外すぞ、もう一回タイミングを外した、マードックを捉えるか、大きく俵返し、そのまま抑え込んだ、カントが続く、あっとロープに左の足を伸ばしました。今のタイミングなんか見事ですね。そうですね、マードックもしかしね、あそこでね、確認ロープで押せるあたりはね、大したもんですね。そうですね、そのまま抑え込みはほとんど時間がありません。どうでしょう、30分の一本勝負だ、あっとゴングが鳴りました。フルタイム戦い終わりました。ディック・マードック対パットコーナー、惜しみない拍手が送られております。Saying that